こちらのハートのかけらの入手方法と、リザルフォスレベル3の入手方法をやっていきます。入手場所です。他にも、途中アモスが出てくるので、このアモスの倒し方もやります。ヒローネっていうところの右下のマップのところの、こちらの方、ハート池の前のシルベの位置から場所を紹介していきます。私はハートのかけらはもう入手済みなので、ちょっとないんですが、そこのハートのかけらの位置まではちょっと紹介できますので、ここにスタンプあります。で、ここにね、動物があります。もう一回マップを見せます。ここの動物ですね。この中に入っていきます。すると、ここの右のところにハートのかけらがあるので、そこのところまでちょっと向かっていきますね。で、途中にアモスもいるので、そちらの倒し方もちょっと動画で載せれたらなと思っております。あ、このやつですね。これは、これ近づいたら移動してきます。まあ、この辺りとかはもう避けていけばいいので、全然大丈夫だと思います。で、息継ぎとかも注意ですね。こんな感じで。真ん中が息継ぎゲージなんで。こことか通れない、どうしようって思った人いませんか？こんな感じで上で無理やり通れない。これはね、シンクさして、引っ張れば逆向くんですよね。これでまあ変身して、背中から切りつけたらまあ倒せます。簡単にね。まあ水中の借り物を出しても OK ですね。で、ここにね、パックンがいるので、注意して避けていくみたいな感じです。で、ここ、ハートのかけらに関しては、この左上にあります。で、このトンボがね、ちょっと邪魔なんで、もうクローリーとかでも倒しといておく方がいいかもしれませんね。この、カチカチカチっていうやつですね。だからちょっとクローリーセッティングして、この中に、上に出してやったら、まあ倒してくれると思います。ルビーもいっぱい出て。クローリーは結構皆さん入手してると思うんでね。まあ何でもいいですよ、これ。倒せる敵だったら。で、チェックは与えてあげたら、まあこんな感じに賢いので行くんでね、全然大丈夫です。クローリーね、下のルピーをね、ちょっと入手 したがるからね、私がこうやって入手した方がいいかもしれませんね。全部倒したら何でもいいんですけど、まあ糸チュラとかで、一回ちょっとクローリー消しますか。こうやって上に糸を垂らして、こうやって登って、まあ行くみたいな、ね、感じでいいと思います。今ちょっと倒わなかったんですけどね。で、糸チュラだけだったらちょっとあれっていう人は、これ、ベッド出した後に、この次に、これ糸チュラを横にやって、こうやってやって、まあ、こっちの方がまあ確実ですよね、ベッド置いた後。で、ここ最後にもう一回出てくるので、まあ引っ張って、逆向かして、後で入手するんですけど、リザホスのちょっと効果を、強いですね。これは今からちょっと入手していきます。で、ここでハートのかけらを入手しますね。リザホスに関しては、この先なんですよね。ただね、これ、馬鹿正直に、こうやって行かなくても大丈夫だと思いますけど、まあ、こっちの行き方をちょっと紹介しておきますか。まあ、こことか、岩とかがありますよね、これ。これはね、下やって、まあ、こんな感じに落としたりとか。で、息継ぎがやばくなって、あれ、爆弾魚で、まあ、ちょっと息のやつですね、ここ。こちらですね。置いて、シンクさせてぶつける。まあ、私、ちょっと食らっても大丈夫です。食らわないか、私は。で、これで呼吸ができるようになりましたね。で、あとはまあ、この石をね、のけてあげれば OK です。まあ、こんな感じですね。で、これも斜めから照準合わせて落としてあげるっていうのが結構簡単かもしれませんね。標準合わせるのは ZR でできますね。左の方ですね。で、ここにいますね。リザファス。こちらはね、まだリザホス持ってない状態だと思うんで、リザホス以外でちょっと倒します。これはね、サメが強いですよ。ガブフィンとか持ってる人いるんじゃないですか。ガブフィンはね、強いです、本当に。まあ、マップで言うと、まあ、ドーラのところの、なんか、船の沈没、船のところの近くとかですかね。こうやって、まあ、合わせてあげて。まあ、私は2体出せるんですよ。レベルが上がってるから。まあ、魚で大丈夫ですね。息吸うところもここにありますし。で、これで入手ね、すれば OK です。で、私は倒してしまってるので、もう、新規にこうやって覚えるっていうところは見せれないんですけど、覚えることができたらこうやって、
出すことができます。こちら水中でも出せるっていうのがいいですよね。ちなみにこっち、リザオフスだけ入手したい人は、出口がこちらになっております。下の洞窟の右上のところですね。これね、最初から潜れるかっていうのはちょっと試してないんですけど、多分潜れると思います。なので、リザオフスだけ欲しいよっていう人は、まあ、この辺上に、中に入らないで、ハートのかけら手に入れた後戻って、こっちの方、潜る A、入って、こっちからね、戦闘して倒して入手する方が早いと思いますね。今回はこのような感じの動画にしました。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。